クラインカールは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のアシャフフェンブルク郡に、属す、マチソンであり、シェルクリッペン行政共同体の一員である。クラインカールは、シュペッサルト産地の生誕、バイエルンのウンターマイン、オーベラー・カールグルント地方に位置し、カール川及びクライネ・カール川に面している。クラインカールは、五管区八地区からなる。 以下の括弧内の数値は2015年7月23日、現在の人口を示す。クラインカールは、北は、ビーバーゲミュンと、東は、市町村に属さない、ビーゼンの森、南東も、やはり市町村に属さないシェルクリッペンの森、南西は、シェルクリッペン、西は、ベステルングルンと、北西は、市町村に属さない、フッケルハイムの森と境を接している。 クラインカールの地区図及び土地利用図。ピンクが住宅地及び産業用地、白が緑地及び農耕地、緑が森林である。クラインカールという地名は、この集落を流れるカール川に由来する。クラインは、周辺のグロースカール、ゾンマーカール、フェルトカール、カールアムマインといった集落と区別するために付けられた。歴史的資料や文献に登場する。 この集落の古い表記には以下のものがある。現在の町域の一部はマインツ大四協領で1803年にダールベルク大初期長によって世俗化された。これ以外の部分はシェーンボルン博クのクロムバッハ管轄下にあり、1806年の陪身化によってアシャフ,フェンブルク公領に含まれた。この村は1814年にバイエルン王国領となった。 バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により自治体クラインカールが成立した。クラインカールは1862年7月1日に創設された別力スアムとアルゼナウに属した。この組織は1939年1月1日にアルゼナウイン・ウンター・フランケン軍に改組された。この軍の廃止に伴ってクラインカールは 1972年7月1日に新たに創設されたアシャフフェンブルク軍に編入された。1972年7月1日にクラインカール、グロースラウデンバッハ、クラインラウデンバッハが合併し、新たな自治体クラインカールが成立した。1976年1月1日にそれまで独立した町村であったエーデルバッハがこの町に合併した。 2014年3月16日の選挙以後、クラインカールの長議会は12人の議員で構成される。議会ではこれに長長が加わる。長長はアンゲリーカ・クレプスである。図柄、銀と青の縦向きの波体で左右に分割。向かって、左は銀のグラス。向かって、右は三本の塔を持つ赤い城。文章の歴史、銀と青の縦向きの波体は、 この町を流れるカール川沿いに位置する地理的状況を示している。1970年の地域再編以降クラインカールは5つの地区で構成されている。カール川左岸のクラインカールとクラインラウデンバッハ、右岸のグロースカールとクロースラウデンバッハ、エーデルバッハはやや離れている。この川は中世には政治勢力の境界線となっていた。紋章の向かって 左側に描かれているグラスは、シュペヒターと呼ばれ、中世以降のガラス製造を示している。銀と赤の配色は、1803年までこの町が、属していたマインツ選定工領の色である。向かって、右半分は、15世紀から17世紀までこの町の、超域にあった、貴族一門、ウルナーフォン、ディーブルク家の紋章を表している。これは、 紋章に採用された一門だけでなく、リーネック白歌やシェーンベルク白歌をも暗示している。この紋章は、1985年10月18日から使用されている。この町の2013年の税収は、約112万4000ユーロであり、このうち、約16万6000ユーロが営業税収入であった。2010年現在、この町には19軒の農家があり、 農業に利用されている土地は603ヘクタール。このうち、工作地が99ヘクタール。牧草地などの緑地が503ヘクタールであった。カール・シュタープ公社以下の施設がある。ありがとうございます。